許しませんよ、変態誘拐犯さん。ああ、どうしましょう、私ではどうしましょう。アーニャさんに結婚はまだ早いです。スパイファミリーのシーズン2始まりましたね。今日はスパイファミリーシーズン213話の感想などを夜さんの声真似を交えながらやっていきたいと思います。申し遅れました。私は隣の隣の隣です。今までスパイファミリーの夜フォージャーの声真似や歌の動画をアップしてきました。やはりオープニングはイケボのナレーションからスタート。今回はキャラクターたちの紹介もありましたね。コンパクトにまとめますと、東西冷戦の最中暮らす家族の話で、父親はスパイ、母親は殺し屋、子供は超能力者という、それぞれの能力を隠しながら暮らしている話です。待ちに待った気になるオープニング曲はバンプオブチキンのスーベニアです。今や日本を代表するバンドの一つとも言える彼らが担当するということで豪華ですよね。気持ちが高揚する曲ですが、歌詞に個性的な温かみがあって、これからのスパイファミリーがもっと楽しみになりました。オープニングアニメーションは紅葉やコスモスの中アーニャさんが遊んでいて、美しい映像にグッと気持ちをつかまれました。またヨルさんとロイドさんの本職のシーンもありますし、かと思えば3人で賑やかに食卓を囲んでいたりと、ほっこりするシーンもあります。この短いオープニングの中にスパイファミリーの良さ、エッセンスが余すことなく散りばめられた、本当に素敵なオープニングだと思いました。大好きです。犬が欲しいアーニャのためにロイドとヨル3人でペットショップに行くのですが、その近くにはなんと暗殺計画を目論むテロリストが潜んでいて、事件に巻き込まれてしまうというお話です。まず悪者たちが出てくるシーンがありますが、その後に平和な3人の食卓の風景へと移り変わります。朝ごはんなんですが、ヨルさんが作ったであろうボロボロの朝ごはんが並んでいます。アーニャさんはすごい勢いで口に詰め込んでいて、喉に詰まらせてしまいます。その理由は楽しみなところにお出かけするからなんですよね。そしてこのヨルさんの朝ごはん、後の大事なシーンにつながるポイントとなりますので、ここは要チェックのシーンです。最初に着いたペットショップは、実は裏でロイドさんの仕事とつながっていて、いかつい軍用犬が準備されていました。ここで気を使ってロイドさんはアーニャに、賢そうで可愛いワンちゃんたちだなみたいに言うんですが、振り返ったアーニャの顔はひどかったです。絶対嫌だっていう顔でした。そこで新しい指令に気づいたロイドさんは、急激にお腹を下したふりをして席を外すと言います。トイレに行ってくると。そしてヨルさんはそれを信じ込んで、もう本当に心配します。え、大丈夫ですか、ここで待ってますよ。父のクソクソ長いから先に行った方がいい。そうですか、わかりました。ここのシーン、後のスパイファミリーにつながっていくとっても大事なシーンです。ここもポイントです。そうしてロイドはブランツ外相の暗殺計画について知ることになって、ロイド側の人間によってあらかじめ捕まえられていた子供のリーダーに変装して芝居を打つことにより犯人に自供させます。ここで小ネタなのですが、捕まえられた子供が着ているスタージャンの胸に描かれた K9 とは警察犬を表していて、今回のエピソードとリンクするデザインです。自供した犯人によると、暗殺計画は爆弾を仕込んだ爆弾犬を使用するものだと明かされます。続いて2頭の犬が悪そうな2人と移動しているのですが、片方の白い老犬が突如走り出して子供の命を救います。その後シーンはアーニャとヨルが大規模なペットの譲渡会の会場にいる場面に移り変わります。いいですか、このワンちゃんエリアから勝手に出てはいけません。うわー、ダックスフンド可愛いですね、足短いです。アーニャがポメラニャンなどにハスハスハスしていると、先ほどの白い老犬がガラス越しに通りかかり、アーニャはなんとその老犬の考えを読み取ると、フォージャー家3人の像が映し出されていて、びっくりして思わず老犬を追いかけます。
するとそこはテロリストのアジトで、アーニャは捕まってしまいます。アーニャを始末しようとするテロリストの前に白い老犬が立ちはだかって助けようとしてくれます。その後シーンは会場でヨルさんがアーニャさんを探すシーンになります。アーニャさん、どこですか？あの、すみません、こんな感じの小さい子見ませんでしたか？そうしてヨルさんは人間離れした動きを見せて天井に張り付きます。そこで、いない、会場のどこにも、もしかして犬に食べられてしまった。ヨルさん特有の独特なありえない想像をしてしまいます。いや、落ち着くのですヨル、それは多分ありえません。だとするとまさか誘拐？ヨルさんの脳内ではここで、へへ、俺の嫁にしてやる、モーキーとなってます。スタン、どうしましょう、アーニャさんが結婚させられてしまいます。ロイドさんもいないこんな時に、あー、どうしましょう、私ではどうしましょう、早くトイレから戻ってきてくださいロイドさん。次のロイドさんが出てくるシーンでは、かつてオスタニアで恐ろしく高い IQ の動物を生み出す実験がなされていて、それをプロジェクトアップルと呼んでいたことが明かされ、そこで使われていた犬がテロリストの手に渡ったということが明らかになります。アーニャとテロリストのシーンでは、老犬がきっかけを作り、テロリストの元から逃げることに成功します。そこで老犬には未来がわかる能力があるということにアーニャが気づきます。老犬にまたがって走り、うまく逃げれたと思ったアーニャでしたが、あっさり見つかってしまいます。悪く思うなよと、テロリストに捕まれそうになったアーニャさん、絶体絶命の時に後ろから、空中からヨルさんが現れて、ドカーンと悪者を蹴ります。悪者は壁や地面に3回ぐらいバウンドし、20メートルほど飛ばされます。さすがヨルさん、人間離れした破壊力。許しませんよ、変態誘拐犯さん、アーニャさんに結婚はまだ早いです。テロリストは邪魔になった子供を始末しようとしただけですが、ヨルさんは以前ニュースで見た子供を誘拐して結婚させるという事件に勝手に結びつけて、犯人はアーニャさんと結婚しようとしているということをヨルさんは最後まで思い込んで攻撃しています。そこが最後の最後までヨルさんらしくて、今回一番面白かったです。本編は以上でエンディングテーマに入るのですが、今回シーズン2でエンディングテーマを担当するのはヤマさんです。あのアドさんと同じで顔出しをしないで一気にメジャーになり、今や飛ぶ鳥を落とす勢いですよね。エンディングにふさわしいぴったりの雰囲気です。しっとりめの綺麗な声ですが、乗れる感じでダンスミュージックのような要素もあって、またこの曲も歌いたくなっちゃいます。というわけでいかがだったでしょうか。また次回の動画も楽しみにしていてくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。私は隣の隣で待ってます。チャンネル登録、グッドボタン、どうぞよろしくお願いいたします。大変恐縮なのですが。